株式会社モレスコは兵庫県に本社を置く化学品メーカー。石油卸しを主体とする松村石油から1958年に分離独立した企業であり、旧社名を株式会社松村石油研究所といった。合成潤滑油、高新空ポンプ油、難燃性作動液などの特定分野で高い市場シェアを誇り、その他ポリエチレンの活材や化粧品の原料となる。 流動パラフィン、乳化油や、錆止め油の素材となる、スルホネート、合板や製本、紙おむつの製造に用いるホットメルト接着剤なども、手掛ける。モレスコが研究、開発し販売する製品には、次のようなものがある。まずモレスコの製品の多くを占めているのが、各種の潤滑剤である。それには、高真空ポンプ油、難燃性作動液、ダイカスト用油剤、 切削油剤、熱間炭造潤滑油、自動車用、ブレーキ液、不凍液、冷熱媒体といった特殊潤滑油と高温用潤滑油、ハードディスク表面潤滑剤、大放射線性潤滑剤といった合成潤滑油とがある。潤滑剤とは逆の性質を持つホットメルト接着剤も同社が研究、開発する製品である。素材としては、 流動パラフィンとするホネとトを扱っている。化学品以外では、排水処理関連機器や、さらには分析試験サービスなどへも進出しているほか、大阪支店の入っている、モレスコ本町ビルの賃貸にまで、同社の事業の範囲は及ぶ。モレスコの前身である、松村石油研究所は、丸禅石油の販売部門が独立して設立された、石油卸を主体とする企業であった。 松村石油から1958年に研究開発部門が分離独立して成立した。資本金は3億円。当時の社税は需要化に応じて油の設計、石油特殊製品。同社は国の新技術開発に関する融資措置の第一号適用を受けた企業であり、これを受けて翌年竣工した当初の本社工場は、 西宮市あわら町中の33にあった。最初に製造されたのは高真空ポンプ油だった。1962年、国産初の難燃製作動液を開発。水栗コール型であり、爆発や火災の危険がない。この製品は、熱化圧炎工場の油圧機器などに採用された。1972年には拡散ポンプ油を開発するなど、 合性潤滑油分野でも拡大。日本原子力研究所と共同開発した体、放射線性潤滑油、グリースなど、放射線や高温、高圧などの特殊環境向け製品に力を入れた。1965年、国内初の無水硫酸によるスルホン化法プラントで、ある、千葉工場を、市原市5位に建設。通産商工業化試験補助金の交付を受けた。 この工場では流動パラフィンと共に関連製品のスルホネートを生産しており、スルホネート製造は国内で唯一ここだけでしか行われていなかった。1978年、後に社名となるブランド名、モレスコを総合商標として登録。1986年、3番目の工場であるアコー工場を兵庫県アコー市に建設し、 ホットメルと接着剤の研究開発へも進出した。1990年末には、アコー工場の日記工事を完成させ、油圧作動液、工作油剤、特殊潤油などの製造機能を西宮工場から移転させた。1990年代には国内に2つのグループ会社を設立している。1992年設立のモレスコテクノは、潤滑管理技術部門の分離。 独立したものである。1994年には物流サービスの強化を目的にモレスコサービスも設立された。さらに1995年からは海外進出を開始、手始めにタイにマレスココリミテッドを最初の海外生産拠点として設立した。2001年には神戸市中央区港と南町に新たに本社研究センターが完成し、 アコー工場では、潤滑油生産設備が増設され、大阪支店も、新築のモレスコ本町ビジュへと移転した。同年、ISO9001 へと移行している。21世紀に入ると、同社の海外進出は、ますます盛んとなった。2001年、マレスココ、リミテッドの新工場が完成。中国には、合併会社、武尺特松鍵有限講師を設立し、 翌2002年には、その新工場を完成させた。2006年には、モレスコ USA インクを設立して、アメリカ合衆国へも進出。2009年には中国での販売拠点として、無尺松村貿易有限講師を設立した。さらに2010年には中国における大カスト用、潤滑油剤の製造、販売拠点である、各花のい限公司を連結し、 会社化。2011年にはインドネシアに工業用潤滑油製造、販売及び輸入販売を行う PT、モレスコインドネシアを設立し、さらに翌2012年にはホットメールト接着剤の製造、販売及び輸入販売を行う PT、モレスコマクロアドヒーシブも設立した。2003年にはジャスダック市場へ株式を上場し、 資本金が増資されて3億7650万円となった。その後も増資は続けられ、2008年の東京証券取引所第2部上場、2011年2月14日の東京証券取引所第1部への指定外を経て、2013年現在では20億9057万8200円となっている。松村石油研究所がブランド名の モレスコを新たに社名としたのは2009年9月1日のことである。モレスコは国内に以下の事業所を有している。モレスコには以下のグループ会社がある。かつて存在したモレスコのグループ会社には以下があった。ありがとうございます。